ティエリ・アンリ、ティエリ・ダニエル・アンリ、ティエリ・ダニエル・ヘンリー、1977年8月17日体は、フランス・エソンヌ県で、ジュリス出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。元フランス代表で、フランス歴代最多の51得点を記録している。現役時代のポジションはフォワード。プレミアリーグ歴代最多となる4度の、得点王受賞をはじめ、FWA。 フットボールライターズ、アソシエーション、サッカーライター協会の投票による、FWA 年間最優秀選手賞を3度受賞、PF 年間最優秀選手賞を2度受賞、UEFA チームオブザイヤーを同賞最多の5度受賞と数々の個人タイトルを獲得。父親は、グアドループでプロサッカー選手をしていたが、生活の安定を求めて、フランス本土に渡り、パリ郊外で、 ティエリを育てた。6歳の時に地元のクラブであるユリスフットボールに入団し、クラブでの練習のない日は厳格な父親による英才教育を受けた。なお、このクラブからはパトリス・エブラもプロサッカー選手に育った。12歳から15歳の間はいろいろなクラブを転々としたが、クレール・フォンテーヌ、INF、フランスサッカー学院に入学して英才教育を受けた。なお、 一度は入学試験に落とされたが、自退者が出たために入学を許可されたという経歴を持つ。本人が語るところによると、INF 卒業後に、ベルサイユのクラブに1シーズンだけ在籍しており、22試合に出場し76得点を記録しているとのこと。この時に、エースモナコのスカウトが視察した試合で7得点を決め、16歳の時に、父アントワーヌが仮契約書にサインし、 A.S. モナコに入団。AS モナコの下部組織での活躍により、当時トップチームの指揮官であったアーセン・ベンゲルに抜擢され、1994年8月31日にオグック・ニース戦でリーグアンデビュー。1994から95シーズンは8試合に出場し3得点の成績を残した。なお、この当時のアンリのポジションはフォワードではなく、ウィングであった。 1995から96シーズンはリーグ案年間最優秀選手に選出され母国で開催された欧州 U-19 選手権のメンバー入りも果たす。1996から97シーズンには36試合に出場至急得点でチームのリーグ優勝に貢ぎ UEFA カップでも初得点を記録する。1998から99シーズン途中に 監督ジャンディガナとの衝突が原因で、セリエ A のユベントス FC に移籍。モナコでは、起用法をめぐってのすれ違いから対談を決めたが、移籍先のユベントスでも不慣れな左サイドハーフでの出場を余儀なくされ、実力をほとんど発揮できずに3得点でシーズンを終える。その頃に、モナコでアンリをトップチームに抜擢したアーセンベンゲルから、もし、イタリアでうまくいかなければ、 私がまた獲得すると促されており、その言葉を追うように1999年8月3日にベンゲルが指揮を取るプレミアリーグのアーセナル FC に入団。この件にはアーセナルがニコラ・アネルカをレアル・マドリードに約45億円で移籍させた背景もあり、ン利獲得のためにアーセナル側が積んだ金額はアネルカの移籍で得た収入の約半分である。 ニュータイプのフォワードを構想していたベンゲルは、アンビを、ウィングから、センターフォワードにコンバートする。遺跡初年度こそ新境地のポジションに戸惑いも見せるも、翌2000から01シーズンからは実力を、遺憾なく発揮し、得点数こそ、昨シーズンと同じながら、敵陣のタッチライン際を快速をもって突破していく。シーンは感染者に、強烈な印象を与えた。 2001から02シーズンには24得点で得点王に輝き、チームは勝ち点87ポイント得失点差43で、プレミアリーグ以降後2度目のリーグ優勝を果たす。また FA カップも優勝し、2巻を達成。2002から03シーズンは優勝を逃し、アンリ自身も得点王を逃したが、得点数は昨シーズンと同じ24得点を記録し、 ピーフ年間最優秀選手賞、FWA 年間最優秀選手賞を受賞。チームの総得点数は、リーグサイトの85得点と全体として高い、パフォーマンスを誇った。また FA カップに連覇。2003から04シーズン、チームは26勝12、引き分け勝ち点90ポイントと、無敗優勝を成し遂げ、アンリは30得点で、得点王に返り咲く。 二年連続で PF 年間最優秀選手賞、FWA 年間最優秀選手賞を受賞。この時期のアーセナルはしばしば、ザ・インビンセブルズ、無敵と称えられ、アンリの他に、パトリック・ビエラやロベール・ピレッス、シーズン途中に移籍したシルバン・ビル・トールといった、フランス人選手が主力として顔を揃えていた。また、これらに監督アーセン・ベンゲルを含めて、フレンチコネクションと呼ばれ、 2003年のバロンドールでは、パベルネドベドに次いで2位となった。2004から05シーズン、アンリは25得点を記録し2年連続で得点王に輝き、さらに3年連続で FWA 年間最優秀選手賞を受賞。チームは無敗記録を49試合にまで伸ばし、1977から78シーズンに、 ノッティンガム・フォレストが達成した42試合無敗記録を27年ぶりに更新。49試合ぶりの黒星はマンチェスター・ユナイテッドに喫した。アーセナルは勝ち点83ポイント得失点差51で二位。また FA カップ王者に1年ぶりに返り咲く。2005から06シーズン、3年間アーセナルの首相を務めたパトリック・ビエラがユベントスに移籍し、 アンリはゲームキャプテンを任せられる。アンリ自身は27得点を記録し、得点王を3年連続で受賞するも、チームは4位でシーズンを終えに連覇を果たした、チェルシー FC との勝ち点差は24ポイント。一方で、欧州フットボール界の七不思議とまで言われ、勝てない時期が続いた UEFA チャンピオンズリーグでは、連続無失点試合の記録を更新し、決勝で、 FC バルセロナに敗れるも、準優勝と検討した。2006から07シーズンは怪我で大半の試合を欠場し、得点を連続記録もここで途絶える。チームの大黒柱の代役を務めたとは言い難いが、アンリのポジションには、エマニュエル・アデバヨールや、ロビン・ファン・ペルシーといった、新鋭の台頭も見られ、チームの急速な世代交代により、 映画を極めた時代の選手は、アンリー以外はほとんど対談していた。2007年6月、2400万ユーロで、バルセロナへの移籍が決まる。リーガーエスパニョーラ2007 08シーズン、当時3トップを形成していたロナウジーニョ、サミュエル・エトー、リオネル・メッシと自身を合わせた組み合わせは、ファンタスティック4と呼ばれ、目されたが、スペインサッカーのスペースの少ないゆったりしたスタイルに、 戸惑い、また左ウイングのような役割に徹することで終始、低調なプレーが続き30試合12得点でシーズンを終える。2008から09シーズン、新たに監督に就任したジョゼップ・グアルディオラのチーム再編に伴い、ロナウジーニョ、デコが対談。より強健なチーム作りの中で当初は、エトーやアンドレス・イニエスタ・ビカに甘んじていたものの、次第に復調の兆しを見せ、 守備に奔走する姿勢も見せる中19得点を記録。チームは、第36節アウェイでのマジョルカ戦後に3、シーズンぶりのリーグ優勝を決め、最終成績は27勝6分5敗、勝ち点87ポイント得失点差70。また UEFA チャンピオンズリーグでは、グループリーグからの12試合で3得点を挙げ、決勝戦でマンチェスターユナイテッドを破り優勝。アンリは5得点を記録。 さらにコパデルレイも優勝し、スペインのクラブ史上初の3冠を達成した。復調の兆しを見せた昨シーズンとは、打って変わり、2009から10シーズンは終始単調なプレーを繰り返し、ベンチを温める場面が増えた。若手のペドロ・ロドリゲスの活躍の影に潜んでいたが、終盤戦にセンターフォワードでの起用が多くなると、やや調子を取り戻した。 2009から10シーズン終了後、FC バルセロナとの契約を解除した。2010年7月14日、特別指定選手制度を用いて、メジャーリーグサッカーのニューヨークレッドブルーズ移籍した。7月31日、ヒューストンダイナモ戦で MLS デビューを果たし、フアンパブロ・アンヘルのにゴールを両方アシストした。8月28日、 三のゼアースクエイクス戦で MLS 初ゴールを挙げた。レッドブルズは MLS トンカンファレンスでコロンバスクルーを勝ち点1差で上回り MLS カッププレイオフに進出したが準々決勝でアースクエイクスに2から3で敗れた。2011シーズンはレッドブルズは MLS10 位で MLS カッププレイオフの準々決勝で敗れた。2012年1月6日 シーズンオフを利用して、フルスのアーセナルに2ヶ月間レンタルで復帰した。アフリカネーションズカップ2012への参加のためチームを、離れたジェルビーニョとマルアーヌシャフの穴を埋めるためであった。背番号は12。背番号14は、アンリが対談後に、セオ・オルコットが着用していた。1月9日の FA カップ3回戦、リーズユナイテッド戦に途中出場し、 アレクサンドル・ソングのアシストから得点を決めた。期限付きで在籍した期間の7試合で2得点。特に、イングランドでのラストマッチとなったサンダーランド戦では、後半ロスタイムに、アンドレール・シャビンのクロスに、ボレーで合わせ、勝ち点3をもたらした。2012年2月17日、レッドブルズに復帰した。アンリの基本級は500万ドルであり、MLS 最高額であった。 ロサンゼルスギャラクシーのデビット・ベッカムが言及したことで、アンリーが最高額となった。2013年、アンリーの基本給は、ロビーキーインの400万ドルを下回り、375万ドルとなった。しかし、ボーナスを含めた給与では、キーインの432万ドルを上回る435万ドルだった。2012年3月31日、モントリオールインパクト戦で、 レッドブルズでの初めてのハットトリックを達成した。2012年3月の MLS 月間 MVP に選出された。2013年10月27日、レッドブルーアリーナでのシカゴファイアー戦で1得点1アシストを記録して5から2での勝利し、チームはサポーターズシールドを獲得した。ニューヨークレッドブルズの17年間で初のタイトルであった。 2014年7月12日、コロンバスクルー戦で3アシストを記録した。そのアシストにより、アマド・ゲバラとタブラモスを上回り、レッドブルズでの最多アシストを記録した選手となった。2014年12月1日、ニューヨークレッドブルズ対談を表明した。フランス代表としてのアンリの経歴は15歳の時にまで遡り、早くからその才能を、 世界の舞台で輝かせている。本格的な国際大会の偉人としては、母国で開催された欧州 U-19 選手権で、決勝の対スペイン戦では、決勝弾を決める活躍で優勝に貢献した。また、マレーシアで開催されたワールドユースにもメンバー入りし、後の A 代表の主力となるニコラ・アネルカ、ダビド・トレゼゲトさんトップを形成している。 代表デビューは1997年10月11日の対南アフリカ共和国戦。1998年、フランス W 杯のフランス代表メンバーに選出され、決勝のブラジル戦以外の6試合に出場。通算3得点に終わるも、フランスはグループリーグを全勝で勝ち上がり勢いそのままに W 杯初優勝。新世代の台頭を予感させるジネディ時代や、 リリアン・チュラムの存在が光る大会となった。その2年後にベルギーとオランダで共催されたユーロ2000のメンバーにも名を連ね、3得点を記録。フランスは今大会でも優勝を果たし、史上初となる W 杯と欧州選手権を立て続けに優勝した国となった。2002年にフランス代表の中心選手として日韓 W 杯に挑むもグループリーグで敗退。アンリは、 グループリーグ2戦目となったウルグアイ戦でレッドカードで退場となってしまいそのまま3戦目のデンマーク戦にも出場できず先犯とされる事態に発展した同大会のフランス代表はロベール・ピレスが右膝の人体断裂で代表に招集されなかったことや次段の左ももの肉離れによる欠場といったことが敗退要因として挙がったがそれでも世界有数の選手を揃えた 優勝候補国であることは、変わりなく、大会早々に大波乱という話題を振りまいて、姿をした。自国開催となった、FIFA Confederations Cup2003 では2大会、連続優勝。この大会では、ジブリールシセトにトップを組むことが多かったが、先発と控えを作らないというチーム方針で、全試合は出場していない。日本戦は控えに回ったが、アンリコールを繰り返す。 大歓声に応える形で、後半35分に途中出場。チェイシングを仕掛ける中田秀俊を反転して突破し、小笠原光雄のスライディングを読んでかわすなど、実力の変鱗を見せつけた。2004年6月にポルトガルで開催されたユーロ2004では、フランスは B グループ首位で決勝トーナメント進出を決めるも試合内容は、前回を王者とは思えないほど制裁を書いており、 とりわけ前々から囁かれていた、アンリの代表部長はここに来ても変わることはなく、決勝トーナメント1回戦で今大会の王者となる、ギリシャに敗退。フランスは2大会連続欧州王者とはならなかった。ジダンが引退表明をして臨んだ2006年、ドイツ W 杯では3得点を決めチームの準優勝に貢献。準々決勝のブラジル戦で決めたゴールは、 次団のアシストによるもので、1997年の A 代表デビュー以来次団から受けた最初で最後のアシストとなった。ユーロ2008予選では、チーム最多の6得点を記録し、ミシェル・プラティニが持つフランス代表の最多得点記録を更新。しかし、本大会ではオランダ戦の1得点だけにとどまり、チームもグループリーグで敗退。なお、この アンディの一得点が、大会のフランス唯一の得点である。ユーロ2008終了後の最初の試合となった、スウェーデンとの親善試合で、フランス代表のキャプテンに任命された。2010年、南アフリカ W 杯欧州予選プレイオフ、対アイルランドでは延長戦で、チームを4大会連続本大会出場に導く、ウィリアム・ギャラスの決勝点をアシストしたが、その際、 ゴールラインの型に流れたボールを自身の左手で止めるような形で当たっていたのが確認され、物議を醸したアンリ自身も決してわざとではないが確かに手に当たったと認めている。W 杯終了後代表引退を表明した。2014年12月15日、自身の Facebook で現役引退を表明。引退後はスカイスポーツの解説者を務めることを明かした。 その後、解説者を務める傍ら、フルスアーセナルで指導者としての経験を積み、2016年3月に UEFA の指導者ライセンス A を習得、アーセナルの U-18 チームのコーチを務めていたが、同年6月に辞任を発表した。辞任理由については、トップチームのベンゲル監督より解説業を辞職し、指導者に専念するよう要請を受けた結果と報じられている。 2016年8月26日にベルギーサッカー協会はベルギー代表のアシスタントコーチに就任すると発表した。2018年10月13日、フルス・ A.S. モナコの監督に就任した。契約期間は3年間。アーセナル時代のチームメイトセスク・ファブレガスを獲得するなど低迷に苦しむチームの立て直しを図る。しかし、 就任12試合で2勝にとどまるなど、低空飛行から脱することができず、2019年1月24日に解任された。合計123、51、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。